大変恐縮ですが、この後総理の4が入っておりますので、あと2問とさせていただきます。では横田さん、フリーランスのこと。はい、フリーランスの横田です。よろしくお願いいたします。インボイス制導入についてお聞きします。先般、50万を超える反対署名が提出されたことは、総理も認識していると存じます。今後、立場が、弱く、所得が低いフリーランスや、零細企業にしわ寄せが、来るのは間違いありません。3年の控除を設けていますが、逆に支払いができずに廃業を選択する期間が3年延びたようにも、見えます。総理は将来的に消費減税を全く今から否定するものではないと答弁なさっていますけれども、そもそも論の複数税率の見直しを行う気はありますか。また、複数税率の是非を、国民に問う、予定はありますでしょうか。お答えください。はい、まず消費税減税は今考えてはおりません。その上で軽減 税率制度ですが、これはそもそも消費税を引き上げたときに低所得者への配慮として導入された制度です。日々の生活において幅広く消費者が消費したり活用したりする商品について消費税負担を直接軽減することによって、この消費税の逆進性を緩和する、こういった効果を期待して導入された制度ですので、軽減税率制度を廃止してする、要はこの複数税率を見直す、こういったことについては考えておりません。そしてこのインボイス制度、このこうした軽減税率制度をこのしっかりとこの維持するために大切な制度であると考えています。ご指摘のように不安の声が中小小規模事業者の方の中にある、これは十分承知をしております。ただインボイス導入を決めてから長年にわたってこの問題について説明すると同時に、さまざまなこの支援策、これを用意してきました。これ引き続き実施状況、今実施がスタートしたわけですから、実施状況をフォローアップしながら不安解消に向けてきめ細かく対応していく、柔軟に対応していく、こういった姿勢は大事だと思います。ぜひ引き続きこのインボイス制度に対する理解、国民の皆さんの理解について努力を続けていきたいと私は思っています。